皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、ずっと私がやりたかった裸眼メイクをしてみました。ちょっと久しぶりの裸眼メイクだと思うんですけど、こんな感じで仕上げております。裸眼メイクならではのポイントもあったりとかするし、もちろんカラコンつけてても可愛いメイクだと思うので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、それではメイクを始めていきます。まずは下地からやっていくんですけど、裸眼メイクの時はなるべく下地もナチュラルに仕上げたいなと思っていて、ナンバーズインの下地が結構トアンプもしてくれて、しっかりと肌を綺麗に見せてくれるんですけど、でもナチュラルな仕上がりになるので、こちらの下地を使っていきます。そして続いてコンシーラーをしていきたいと思います。ただコンシーラーもあんまり塗りすぎてしまうと、すごい塗ってる感が出て顔がのっぺりしちゃうので、なるべく量は少なめでしっかりと叩き込んでいって、よく肌になじませていきます。そして今コンシーラーを塗ったところを中心に、このキャンメイクのパウダーでセットしていきます。筆に取ってあげて、本当にふんわりとのせていく感じで全然大丈夫です。ではアイメイクに移っていきます。アイシャドウはこちら 3CE のパレットを使っていくんですけど、今回は全体的にちょっとピンクっぽい感じのアイシャドウでまとめてみました。やっぱり肌になじみやすかったりするので、こういったカラーを使って今回はメイクしていきます。まずは明るいカラーを全体的にのせていって、なじみを良くしていきます。その後にこの真ん中のカラーを取って、これを二重幅よりちょっと広めに塗っていきます。このパレット自体発色もすごく良いんですけど、割と濃いめに塗っちゃって大丈夫かなって思います。裸眼メイクなので、アイシャドウとかで結構しっかりと奥行き感を出してあげたりとか、色を持ってきてあげると盛れるかなと思うので、こんな感じで塗っていきます。この右下のカラーを下まぶたの目尻からのせていきます。これをすることでだいぶ目元に深みが出るので、さらにその後にもうちょっとブラウンみの濃いカラーを取って、これをまつげの隙間を埋める感じで塗っていきます。こうすることで密度が濃くなるので、目力もよりアップして見えます。では続いてアイラインを引いていくんですけど、今回リキッドじゃなくってこういったペンシルタイプのものを使っていきます。やっぱ裸眼メイクということで、裸眼にリキッドを使っちゃうとちょっと塗ってる感が強くなっちゃうかなと思ったので、ペンシルで柔らかい雰囲気を出していきたいと思います。ただ目力はしっかりと欲しいので、いつもはリキッドを目尻だけに塗るんですけど、今回は全体的に塗っていくんですが、黒目の上ら辺はあんまり太く塗りすぎてしまうと、逆に二重幅がちっちゃくなってしまって、目もその分ちっちゃく見えちゃうかなと思うので、そこは粘膜にのせていって、まつげの隙間をまた埋めるような感じで塗っていきます。そしたらさっきのアイシャドウパレットの下の真ん中の色を取って、これをアイラインをぼかすような感じでのせていきます。こうすることでよりなじみやすくなって、自然と目が大きく見えます。続いてこちらのカラーを取って、これを涙袋にのせていきます。普段私涙袋にこういったカラーのせないんですけど、裸眼メイクということで涙袋もしっかりとあった方が目も大きく見えるので、ここにものせていきます。であと上まぶたの中央にものせて立体感を作っていきます。そしたらビューラーでまつげをしっかりと上げて、より目力をアップさせていきます。これも自然な感じで上がるように、ちょっと細かくカチャカチャやりながら、どんどん上にずらしていくと、自然な感じでまつげが上がってくれます。でこのまつげのカールをキープするために、ケイトのラッシュマキシマイザーを使ってマスカラ下地を塗っていきます。そしたら眉毛を描いていくんですけど、眉毛は本当に自分の髪の毛のカラーと合わせてあげるのがいいかなと思うので、今回私はこのエクセルのアッシュグレイっていうのを使ってるんですが、ここは全然自分の髪の毛の色に合わせて大丈夫です。眉毛の形も自眉と同じような感じで描いていくのが、自然な感じで描けるかなと思うので、そこまで太くしたりとか細くしたりとかせず、ナチュラルに描いていくのがいいんじゃないかなと思います。これだけだとまだ髪色と浮いちゃうので、私は眉マスカラをしていきます。そしてマスカラを塗っていきたいと思います。今回はブラウンブラックを使っているんですけど、ブラックだとちょっと多分きっぱりとしすぎちゃうかなと思ったので、ブラウンブラックでよりなじみやすいまつげを作っていきます。下まつげはそんなにがっつり塗っちゃわない方が、私的には目が大きく見えるかなと思ったので、下まつげは軽くっていう感じで大丈夫です。そしたらシェーディングをしていきたいと思います。ここはいつもと変わらずっていう感じですかね。逆にナチュラルメイクだったりとか、こういうメイクの時はしっかりとシェーディングを入れてあげた方が顔にも立体感が出ると思うので、シェーディングは割といつも通りしっかりとやっていくんですけど、最後がちょっといつもと違うポイントになってくるんですけど、さっき涙袋に明るめのラメのカラーをのせたと思うので、その影を描いていきたいと思います。これもしっかりと描いちゃうと、やっぱ描いてる感が強くなっちゃうと思うので、本当にふんわりと描くようなイメージで影をつけていきます。でそしたらチークを塗っていくんですが、最近私鼻のてっぺんにチークを入れるのにハマってて、まあ秋冬になってきてどんどん気温も下がってると思うんですけど、なんか寒いと鼻のてっぺんが赤くなったりするじゃないですか。なんかそんな感じのイメージで、私は最近この鼻によくチークをね入れてます。これは全然どっちでも大丈夫です。そしてハイライトをしていきます。このランコムのクリスマスコフレなんですけど、これめちゃくちゃ綺麗なんですよ。もう塗った瞬間にツヤンって光ってくれて超上品です。すっごく綺麗なので、これはいつも通り鼻と T ゾーン C ゾーンと顎と上唇にのせていきます。で最後リップなんですけど、リップはマットなものよりかはちょっとツヤのあるものを私は使いたいなと思ったので、このカラーもすごい馴染みやすくって、ラガンメイクにはぴったりなリップだと思うので、ぜひ皆さんも見てみてください。ということでこんな感じでメイク完成しました。はい、というわけでこんな感じで完成いたしました。どうでしょうか。やっぱカラコンをしてないと目力もなくなるし、私も結構黒目がちっちゃい方なので、どうしても目がちっちゃく見えて裸眼だとね盛れないっていうのがあるんですけど、まあ、その中でもなるべく自然に、そして盛れるメイクをやってみたつもりです。例えばアイラインとかもカラコンしてたら普通にリキッドでピシッと描いちゃうんですけど、裸眼だとそれがちょっと何て言うんだろうな、すごく描いてる感が強いかなと思って馴染みにくくなっちゃうかなと思ったので、アイラインは少しぼかしてあげたりとか、裸眼だからこそしっかりアイシャドウで奥行きのあるというか目力の出るアイシャドウの入れ方をしたりとか、リップはマットなものをパキッと塗っちゃうとすごくこう塗ってる感が強くなっちゃってうまく馴染んでくれないなって私はずっと思ってたので、そうならないようにちょっとツヤありのものとかでリップを塗ってみたりとか、大まかなメイクはそこまでは変わってないんですけど、足し算引き算っていうのは裸眼メイクでは絶妙なバランスが大事になってくると思うので、もちろんこのメイクがみんなのベストなメイクっていう風にも限らないと思うし、私もまだまだベストなメイクあるかもしれないんですけど、何か一部分だけとかでも参考になったら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。